曲が始まる前にここでアクア9人がプーサイドに仁王立ちするの。仁王立ち。それで次はどうしますの。アクアの気合いの入った一声でプールの水が真っ二つに割れるのね。いいでしょ。はあ、わかるわ。ここで地獄への道が開くというわけね。堕天使ヨハネが悪魔界へ案内してあげるわ。あなたたちは何を言ってるのですか。イントロと同時に水中へと侵入していくアクア。これからどんな運命がアクアを待ち構えているのかしら。待ってください。ありえませんわ。断固拒否ですわ。とってもシャイニーなアイディアでしょ。このムービーは売れるわ。売りませんわ。大体何ですのそのムービー案は。恐怖映画ですの。恐怖映画じゃなくて悪魔の軍団勧誘ムービーでしょ。違うよ、サムライド根性特訓ムービー。どちらでもありませんわ。あー、もうあなたたちは本当にいつもいつも。いいですか、私たちの目的はアクアの PV を作ることですのよ。で、その PV っていうのは何ズバ。 PV はプロモーションビデオの略で、簡単に言うと宣伝用の映像かな。グループの紹介と歌やダンスの紹介も兼ねてるんだよ。ああ、じゃあこの間ルビーちゃんに見せてもらったのが。そうかも。スクールアイドルの PV ってみんな可愛いんだよね。私たちアクアも PV を作ることになったんだよね。アリさんが大傑作を作るって張り切ってたから、きっとすごいのができると思うな。 PV ができたらマルたちも一人前ぞ。そのためにみんなで役割を分担して、私たちは曲と歌詞を作ることになったんだよね。確かプールをテーマに作るって言ってたよね。うん、なので夏のプールドっていう感じの曲を。リコちゃんお願いします。うん、チカちゃんは簡単に言うけど、スクールアイドルの曲はあまり作ったことないし、いい曲ができるかどうかは。大丈夫だよ、リコちゃんの弾くピアノはとっても綺麗だもん。そう？マルたちに作曲はできないかもしれないけど、他にお手伝いできることはないぞ。そうだ、一緒にスクールアイドルの曲を研究するのはどう？他のスクールアイドルもプールとか夏の歌を作ってるかもしれないね。いいかも。いろんな曲を聴いたら私たちの曲の方向みたいなのが見つかるかもしれないし。じゃあそれで行こうよ。今から二人ともうちにおいでよ。 DVD を見ながら相談しよう。うん。衣装担当渡辺よ、張り切っていきます。よは衣装作りが得意だから心強いよ。ルビーはスクールアイドルにすごく詳しいしね。カナンさんは衣装のフィッティングがうまいんだよね。うちのダイビングショップで手伝ってるからね。ダイビングもスクールアイドルもよく動くから衣装のサイズ調整は大事だよ。プールがテーマなんだよね。やっぱり水着の衣装がいいかな。 PV も学校のプールで撮るんだよね。そしたら学校の水着でもいいんじゃないかな。いやいや、スクール水着はスクールアイドルの衣装としては魅力が薄いのではないでしょうか。言われてみるとスクール水着じゃ授業風景と同じになっちゃうね。衣装作りが楽になっていいかなと思ったんだけど。衣装作りは手間をかければかけるほど愛着が湧くんだよ。ここで妥協してはいけないのであります。ルビーはスクールアイドルの雑誌に載ってるみんなみたいにわーってなっちゃうくらい可愛い衣装を用意したいな。なるほど、二人ともいい意気込みだね。私も二人に負けないように頑張らないと。着心地が良くて動きやすくて最高に可愛いステージ衣装を目指そうよ。
難しいかもしれないけど、望みは高く。うん、ルビーも頑張る。ルビー、よーし、まずは衣装のデザインから話し合おう。アクアの PV を作って公開したら誰か見てくれるかな。当然よ。全国に何人のリトルデーモンがいると思ってるの。楽しみだね。アクアのファンになってくれる人が出るかも。私たちにファンか。なんか照れくさいね。スクールアイドルは全国にたくさんいるけど、みんな PV も公開してるの？ Of course! スクールアイドルになって最初にやることといっても過言ではないでしょうね。たくさんの PV がある中で注目してもらえるように、アクアも何か工夫をした方がいいんじゃないかな。ありきたりな PV では埋もれてしまう可能性があるというわけですわね。いい考えですわよ、ルビー。照れちゃうよ。ルビーちゃん、さすがズラ。ルビーもダイヤも姉妹揃ってスクールアイドルに詳しいもんね。ラテン氏の力は強大なもの。小手先の技に頼らずともリトルデーモンたちを満たしてみせる。私たちの魅力はそのまま出すとして、他にも何かがないとパワーが弱いってことよね。はい、いいこと思いつきました。私たち宇宙裏に住んでるんだし、泳ぎで勝負するのはどうかな。 PV のテーマはプールだし、水泳もいいと思うずら。でしょでしょ。いい記録が出たら絶対全国の人がアクアに注目してくれるよ。いいじゃない。海の町に住むご当地アイドルアクアはとんでもない水泳記録を持つプロフェッショナル集団だったってことね。なるほど、インパクトがあって良さそうだよ。そうと決まればこうしちゃいられない。急ごう、カナンちゃん。うん、私たちの出番だね。ええ素晴らしいですわ。これでスクールアイドル界の注目はいただきですわね、マリさん。ええ、アクアを全国各地の人に見てもらうために特訓よ。本当に水泳の特訓するの？私たちのストーリーもうそんな風に考えない。というわけでアクアのパーフェクト PV が出来上がりました。もう完成しちゃったぞら。あれまだ曲も出来上がってないのに。まずはこの PV を見てちょうだい。ぷかぷか、いい天気だな。水泳の特訓って言ってたけど、ビート板は使っても大丈夫だよね。ブブー、ビート板は使用禁止であります。ビビーデー、ルビーのビート板取らないでよ。この間も言ったでしょ、水泳の特訓ですごい記録を出してアクアも注目してもらうぞって。言ってもルビー泳ぐの苦手で、ビート板ないとうまく進まないし。あのムービーを撮るのもいいけど、多分あと1分くらいでルビー沈んじゃいます。わかるわ、辛いわよね。でもここでくじけたらいけないわ。なんで？なぜならこれはアクアのど根性特訓エワードだから。さあこのカメラにあなたのガンバルビーを見せてちょうだい。そうそう、何でも挑戦してみないと。ビート板に頼らないルビーちゃんはいつもより可愛いよ。お姉ちゃん、花丸ちゃん、ルビーは今水泳の特訓は終わりでもいいんじゃないかな、なんて。私たちならまだまだいけるはずだよ。休憩5分の後再開しよう。スクールアイドルってこんなにすごい特訓してるんだ。すごいな、私ももっと頑張らなくちゃ。いやいや、こういう特訓してるのは多分私たちだけじゃないかな。私も泳ぐから一緒に頑張ろう。
目指す全国タイム。おお。特訓でいい結果を残したいとは思っていましたけれど、こんなにハードな特訓とは聞いていませんわ。でも PV を撮る前に成果を出さなくちゃだから、やっぱりここは頑張らないと。あとちょっと頑張ろうよ、ダイヤさん。苦難の道は地獄への道。打天使にふさわしい特訓のようね。よしこちゃん大丈夫すら？マルが手を貸してあげるよ。悪魔に手助けは不要、必要なのは落ちる勇気。よしこさん、しっかりしてください。わー大変、特訓はおしまいにしましょうよ。いいわ、シャーニー、みんなの熱意をとっても感じるわ。どう、かわいい女子高生からほとばしるサムライド校長、これが新世代のスクールアイドル PV って感じがしない？これがスクールアイドルの PV、 確かに新しいかも。新しい PV の形、これもありかもしれませんわね。ありません。これで PV の再生回数ドドンと1億を達成できるわね。とってもシャイニー。いや、明らかにおかしいでしょ。こんな PV 見たくないわ。もっとタイムが縮まればもっと再生回数増えちゃうかも。ルビーは泳ぐ特訓はもうしなくていいかも。マルが見せてもらった PV とはだいぶ違うズラ。ごめんね、みんなよく頑張ってたけど PV 作りにはあまりつながらなかったみたいだね。あら、もしかして私の PV はちょっと激しすぎたかしら。 PV は歌とか踊りを知ってもらうための宣伝だってリコさんに教えてもらったズラ。確かに歌も踊りも何も入ってないよね。っていうかまだできてないし。泳ぐのも楽しいけど、やっぱりアクアの歌を知ってもらいたいね。それはもちろん。でも普通すぎるとあんまり見てもらえないっていう話だったよね。うん。ルビーちゃん、ルビーちゃん、ルビーちゃんの好きな PV はどんなのすら？ルビーが最近お気に入りなのはこの子たちとこの子たちと。そのグループがハイクオリティなパフォーマンスをしているの？あれ？すごいパフォーマンスかって言われるとそうでもないかも。パフォーマンス以外のところに何か魅力があるのかな？どういうところがいいんだろう？そうだな、お気に入りの PV を見てるとね、かわいいな、ルビーも一緒にスクールアイドルやりたいなって胸がドキドキするんだ。一緒にやりたくなるような感じ？なんだ、わかる。スクールアイドルの PV ってキラキラだし、見てるとワクワクするよね。キラキラしてるな、みんな楽しんでやってるんだなって PV からも伝わってくるよね。なるほど、スクールアイドルの魅力はキラキラシャイニーですものね。インパクトがある PV ばかりを考えてスクールアイドルの魅力を忘れていたみたい。私も大切なことを忘れていたようですわ。 PV の方向性、これで決まりですわね。ええ、キラキラなアクアの PV を作るため私たち頑張りましょうね。おー、寒いって寒いって言うから。寒、キラキラしてるスクールアイドルか。私たちの PV を見た人が楽しそうだな、自分もキラキラしてみたいなって思ってくれたら最高だよね。キラキラってどうやったら出るんだろうね。出し方はわかんないけど、もうキラキラなもの見つけたよ。え、そうなの？マルもついさっき見つけたずら。ね、チカさん。ねえ。ねえ、二人ともずるいよ。隠し事はなしだよ。何を見つけたか私にも教えて。それはね、それはずら。
リコちゃんが作ってくれた私たちの曲、ズラ。え？私たちね、聞いて感動しちゃったよ。これをキラキラと言わずして、なんというって感じ。マルもそう思う。この曲に歌詞がつけられるなんて光栄ズラ。そんな、二人ともありがとう。そんなこと言ってもらえると思ってなくて、だからとっても嬉しい。でねでね、早速歌詞の資料をいろいろ持ってきたんだよ。ルビーちゃんに借りてきた雑誌と CD とグッズと。マルは好きな本をいろいろ、量が多いからカートで持ってきた。すごい量だね。まずは下調べが大事だから、ほら、みんなで頑張ろう。おキラキラな PV のためにキラキラな準備をするんだ。みんなで頑張ろうね。衣装のデザインは昨日出来上がったことだし、早速縫っていこう。わからないところは何でも聞いてね。はーい。今まで衣装作りは一人で考えて、一人で作って、一人で着るしかなかったから、なんか新鮮。そうだったんだ。リョウさんがいたからルビーたち可愛い衣装が着られるんだね。うんうん、リョウがいれば衣装作りは安心だよね。任せて。どーんと大船に乗ったつもりでよろしく。ここは細かいからミシンじゃなくて手縫いでやろっか。うん、わかった。この人手のモチーフかわいいね。これを縫い付けたらほとんど完成だね。ヨウのおかげで本当に大船に乗っちゃったみたい。そうでしょうそうでしょう。予想よりだいぶ早く完成したんじゃないかな。ヨウさんもカナンさんもすごいよ。よしっと、こんな感じでどうかな。おう、バッチリだよ。完成だよ。やった。あれ、ちょっと待って、どうしたの？これもしかして一着目じゃない？あれ、そう言われてみると、よく考えてみたら同じ衣装が全員分必要なんじゃ。では次、ここはどういう振りにしましょうか？側転でプールサイドを猛ダッシュするのがいいんじゃないかしら。見た人を釘付けにすること間違いなし。そんなのできる人アクアにはいないわよ。あら、難しいかしら。そもそも側転はダッシュのうちに入るのかどうか。よしこさんは何かアイデアはありませんか？はーい。見た人を一人残らず地獄に落とすような不幸で怖いポーズがいいと思います。却下ですわ。水の底に沈むは悪魔のささやき、地中では煉獄の炎がこうも燃えたぎっているのよ。わお、刺激的なダンス。却下と言いましたでしょ。こんな踊り人様に見せられませんわ。そんなことないし。振り付けを決めるのはなかなか難しいのね。まだほんの少ししか決まってないわ。振り付けの後はフォーメーションだって決めないとでしょ。 PV って見るのは楽しくてあっという間なのに、準備には時間がかかるのね。歌詞チームも衣装チームも予想以上に準備に時間がかかっているそうですわ。一度スケジュールを調整した方がいいかもしれません。いいじゃない。なんでも予定通りじゃ。 No fantastic。準備を必死にこなしてからのキラキラの方がより輝けそうだわ。またマリさんはいい加減なことを。ふっ、輝きの裏に潜む影ということね。その存在決して悪くないわ。何かに向かって努力する姿には私も胸を打たれることがありますし、二人の言いたいことはわかりますけれど、大丈夫？なんか動きが止まっちゃってるけど。私、いい案を思いつきましたわ。二人とも相談に乗ってくださいますわね。いい案？よくわからないけど楽しそうね。
ちのストーリー、どんな話になるんだろう。みんなお疲れ様。間に合った。ギリギリだけど、衣装も歌詞も振り付けも間に合ったね。スクールアイドルの PV はキラキラでも、準備は大変だと知ったずら。この後ダンスレッスンをして、それから PV 撮影に入る予定ですが、いかがですか？今からレッスン？昨日までずっと準備してたし、今日もさっきまで準備してたし、大変だったし、正直疲れちゃったかも。お疲れでテンション下がっちゃったかしら。実はね、今回の準備風景ずっと撮影してたのよ。見てみない？え、そうだったの？準備をする自分たちの姿、どう映ってるかしら。振り付けもこれで最後だけど、ラストはバーンと迫力がある感じにしたよね。まずは力をためるの。胸の前で両手を組み、灼熱の炎を呼び出す準備を開始するわ。そしてここでおもむろに片手を上げる。ちなみにこれは炎を呼び出す前に地獄界へ宣言をするシーンだから。で、どういう振りにしましょうか？話聞きなさいよ！ラストはそれほど時間がないから、地獄に宣言するくらいで曲が終わっちゃうわよ。そうなの？時間が短い中、見応えを出したい。こういう時はフォーメーションが効くかもしれませんわね。フォーメーション？どういうことよ。複雑な振りが難しくても、アクア9人の配置を工夫すれば見応えが出るのではないかと。なるほどね。じゃあ紙に書いていろいろ試しましょう。振り付けもフォーメーションも決まれば PV 撮影まであとわずかですわ。頑張りましょうね。オッケー。いやー、まさか衣装全員分作るのにここまで時間がかかるとは思ってなかったよ。一着だけ作って完成した気分になっちゃったね。うっかりしちゃったよ。はぁ、ねえ、人手のモチーフ一個足りないよ。この衣装だけついてなかったみたい。え？もう余ってるパーツない。どうしよう。一人だけ飾りが足りないとちょっと寂しいよね。仕方ない、私たちで行こう。え、行こうってどこに？足りないのは人手のモチーフで、部品の余りもない。でも私たちにはこの内浦の海がある。まさか本物の人手を取りに行くの？ん？っていうのは冗談。漁協の人に相談して綺麗な貝殻を分けてもらおうよ。人手とはちょっと違うけど、どっちも可愛いはずだよ。はあ、それならいけそうだね。失敗してもフォローができれば問題なしだよ。さあ行こう。歌詞の資料たくさんだね。期間中に全部読み終わるかな。そうかな。マルはもっともっと読みたいと思うずら。二人が持ってきてくれた資料のおかげで、少しずつ伝えたいキーワードが浮かんできたね。このキーワードをつなげていったら歌詞が出来上がるのかな。でもそのままつなげるだけじゃ意味通じないし、どうするのがいいのかな。それぞれのキーワードをセリフみたいな文章にしてみるとか。なるほど、それなら意味が通じるし聞いてても伝わってきそうだね。あの、まる、このキーワードを歌ってみたいな。いいね、すっごく似合いそう。じゃあ一人ずつキーワードを割り振って、それぞれ歌詞を膨らませて。すごいね、なんかワクワクする。これがアクアの歌になるんだね。一気に歌詞を作っちゃおうずら。おー、これが私たちの準備風景、なかなか面白いと思わない？
私たちこんな感じで準備してたんだね。なんか動画で自分を見るのって変な感じかも。でも面白いね。 PV がキラキラだからって準備もキラキラに行くわけじゃないんだって必死だったけど。いいんじゃない。こうやって見るとなんか PV のワンシーンみたいにも見えなくもない。意外と悪くないでしょ。うん、準備は大変だったけど、こうやって振り返ってみるとやっぱり楽しかった気がする。3人ずつに分かれて作業してたから知らなかったな。歌詞作ってるところすごくいいね。さっき出来上がった歌詞すごく良かったよ。こうやって調整していくんだね。衣装もすごいよ。飾りも足りなかったのにこんなに可愛い衣装を作っちゃうなんて。これがカナンたちが言っていた貝殻なのね。そこら辺に転がってる貝殻がこんなに可愛くなっちゃうなんてすごいズラ。まるでマジックみたいね。この後のレッスンで振り付けもフォーメーションも教えてもらえるってことだよね。最後は見応えのあるフォーメーションって言ってたね。楽しみつら。地獄の試練についてこられるかしら。ではもう一度同じ質問を。この後ダンスレッスンをして、それから PV 撮影に入る予定ですが、いかがですか。はい、やります。この後さらにレッスンはきついって思ってたけど、今なら絶対できそうだよ。ルビーたち準備だってちゃんと最後までできたんだもんね。これだけできたのですから、 PV 撮影もきっと最後までできますよ。ダンスレッスンで振りを完璧に覚えて、それから撮影してか。ハードだね。でも私たちならできそうだよ。うん、私たちきっと頑張れるよ。私たちの PV キラキラでシャイニーな